怖いと思ったことない。試合の前日の夜が一番怖いですね。いろいろ考えちゃうんですよ、寝る前に。勝ちと負けしかない世界なんで、まあ、負けたらその試合にやってきたことが証明されない、今までの積み上げてきたものが全て崩れる、ベルトも持ってかれる、その可能性もやっぱり考えると、もうさらに緊張感がうわーって。え、寝れるんすか？大体寝れないですね。え、じゃあほとんど寝ないでっていうのが分かったんですか？大体そうだと思います。結構いろんなこと考えちゃうんで、なんだかんだ多分ほとんどのボクサー寝不足で試合やってるんじゃないですか多分。あ、じゃあ本当試合終わってそれこそ完璧な試合で勝って、それでやっと寝れるって感じですか？でも完璧な試合するとアドレナリンで興奮してるんで、また寝れずで。で2日ぐらいはもう2日ぐらいは多分寝れないですね。で計量前も喉が渇いて寝れないんですよ。水とかも、水とかもやっぱ飲めないんで、もう水飲みたいみたいな、もう でも寝れなくて、うがいだけしに行って布団入るんですけど、もう喉渇いて寝れないみたいな。普段の状態から試合までって何キロぐらい落ちる？今多分62、3あるんで、バンタム級のリミットが 53.5 なんですよ。約10キロ。10キロ、はい。10キロって結構きついじゃん。まあ、10キロ超えるときついですけど、10キロだったらまあ大体の、まあ、選手がやってるぐらいいけますか？まあ、10キロはいけますね。いやー、過酷な職業ですねそれ。まあ、でも終わった後はやっぱ気持ちいいですけどね。全てこうなんかすげえでかい仕事をやり遂げたみたいな、ホット感みたいな。勝ったその次の日何したいですか？ゆっくりはしたいですね。家でホット、あの試合の映像を見返すみたいな。やっぱ自分の試合ちゃんと見返しますね。まあ終わったんだなみたいな感じで、ほっと一息ついて、で美味しいもん食べ行く。それ何を食べるんですか？僕焼肉ですね。絶対焼肉です。そんなに体もうギリギリまであれして、いきなりそんな脂っこいの受け付けるんですか？岩。いや全然受け付けます。どのくらい食べちゃうんですか？いやでも全然10人前は全然食べますよ。すげーな。10人前。で好きな部位は何ですか？僕タンが好きですね。もうあれが最高っすね。タン、まあまず大体タンから来るじゃないですか、はい、で締めのタンみたいな